レス大村 G1 海の王者決定戦、いよいよ一つ目の準優勝戦第9レースを迎えています。スタート付近は少し向かい風の流れになっていますが、ホーム左横風の北西の風2メートル、気温16度、雨が降る中でのレースです。1号艇江戸勝、2号艇長田頼宗、3号艇服部幸男、4号艇浜根谷健吾、5号艇坪井康晴、6号艇野中一平、以上の6選手によって争われます。1コースに高枠1号艇の江戸勝です。ディフェンディングチャンピオン、今大会も気配良好、ここまで全てスタートはゼロ台の運びです。そして今シリーズただ一人予選オール3連対としてきました、2コース2号艇の長田頼宗、3号艇の服部幸男、中段水域です。当地執念 V2 マーク、そして4コース角は4号艇の浜根谷健吾、この大村での記念は2021年ダイヤモンドカップを制しています。前大会に続いて当地執念連続輸出を目指す5コース5号艇の坪井康晴、そして6コースから6号艇の中一平、 G1 初輸出を目指していきます。第9レースの準優勝戦、枠なり3対3でスタートしていきました。3号艇が少しへこんだ格好、他5艇揃っています。1コース1号艇の枝尾が先行体制、2号艇の長田が外前、5号艇の坪井のまくり差し、1番の懐まで向く動きでトップわずかに1番ですが、インコース入っている5号艇の坪井、5番と1番、1番5番並んで、その後6号艇2号艇並走、あとには4番3番です。スタートは前提正常、2マークの先手を5号艇の坪井が取りました。6番を抑えながらの1号艇差し、わずかに及ばず、先行リードは5号艇の坪井、追走に1号艇の枝尾、3番では2号艇の長田、先行上位体系は5-1-2の体系です。2周目の1マークを先頭を5号艇の坪井が運んで向こう正面です。1号艇の枝尾が2艇審査となっています。少しまた距離を詰めかけている1号艇の枝尾ですが、トップ5番がリード、追走1番の枝尾、3番手2番の長田、上位体系は5-1-2の体系。2周目の第2ターンマーク、5号艇の坪井先頭を守って2マークを返しました。コーナーでまた少し前に詰め寄ってくる1号艇枝尾ですが、体系は5-1-2の体系。4番手から4号艇、6号艇、3号艇の順で最終周回第1ターンマークを迎えます。まくり差しの先頭5号艇の坪井、追走に1号艇の枝尾、そして2号艇の長田、3番手と入れ替わりはなくの5-1-2で最後の向こう正面へと立ち上がりました。4号艇の浜根谷が4番手、その後に6号艇の中、3号艇服部と続いて最終ターンマークの旋回です。1つ目の準優勝戦第9レース、後輩と決着になりそうですが、3連単5-1-2でオッズ 292.4 倍を示しています。先頭5番坪井ゴールイン、2着1番枝尾、3着2番長田、続いて4番6番3番ゴールイン。